ご覧いただき、ありがとうございます。フリーアナウンサーの島恵理子です。今日は、小川未明、羽衣物語の朗読、再編集したものをお届けします。7月は七夕の季節です。外に出ると、笹の葉や短冊を見かけることも増えましたが、この七夕にまつわる物語はいくつかありまして、代表的なもので言えば、織姫と彦星が出てきて、年に一度。 七夕の日にだけ会えるというストーリーですが中には羽衣伝説というものも七夕の物語として伝えられていますこの羽衣伝説もまた地域によって様々な結末なんですが今日ご紹介するのは静岡県の三保の松原を舞台にした羽衣物語です この作品の中でとっても素敵だなと思う言葉がありまして、それは天女が男性に向けて伝える言葉なんですが、形のあるものは、いつか破れ崩れるものであります。形がなくなって心に残るものこそ、いつまでも壊れることのない宝であります。この言葉が 結末につながる鍵となる言葉なんですがとっても素敵だなと思いながら朗読しました見穂の松原といえばそこから望む富士山が絶景ということでも有名ですけれどもこの二人も富士山を眺めながら会話を交わしたのかなそんなことも思いながら聞いていただければと思いますそれではお聞きください 小川わみめい、羽衣物語。昔は、今よりももっと、松の緑が青く、砂の色も白く、日本の景色は美しかったのでありましょう。ちょうど、 今から二千年ばかり前のことでありました美保の松原の近くに一人の若い船乗りが住んでいましたある朝のこと東の空がやっと赤くなり始めた頃いつものごとく船を出そうと海岸をさして家を出かけたのであります まだ、落ちこちの森の姿は、ぼんやりとして、辺り一面の畑には、白いもやがかかっていたけれど、早起きのうぐいすや、山鳩は、もうどこかで、ほがらかに鳴いていました。そうして、あちらの空には、富士山が、神々しく、 「くっきりと浮かび上がって見えました」「これを仰ぐと若者はつつましげに襟を正して手を合わせながら『どうぞ今日も私の体に怪我災難なくおかげで幸せに暮らせますように』と言いました」 こう祈りを捧げると、なんとなく心がすがすがしく、気持ちも晴れ晴れとして、自然、踏み出す足に力が入りました。この時、どこからともなく、ぷんと待つの匂いがしました。いつの間にか、 松原へ差し掛かっていたのであります。木の間からびょうびょうとして見える海の色穏やかな波のうねり大海原はまだよく眠りから覚めきらぬもののようでしたおやと言って 若者は突然歩みを止めました。なぜなら幾分ぶもやの薄れかかった前の方に不思議なものが目に止まったからです。なんだか眩しいものが一本の松の木の枝にかかっていました。今まで見たこともないようなものです。 のい鳥かしら。それにしてはなんときれいな大きな鳥だろう」と若者は目を見張りました鳥が止まっているのなら近づけば逃げるだろうと躊躇しつつ若者はじっと様子をうかがいましたがさらに飛び立つ気配がなかったのでしたそうして 風にひらひらと揺れるのを見ると薄い着物のようにも思われましたとにかく行って見届けようと若者は用心しながら一足一足それへ近づいたのです低く垂れ下がった松の枝にかかっているのは果たして 輝かしい、透き通るような女の着物でありました。離れて見ると、眩しい光を放ち、虹のかかったようでありました。霞を切ったようにも思われるのでありました。一体、この着物は誰のものであろうか。若者は、 頭をかしげシアにくれました松原の中はしんとして時々小鳥の鳴き声が聞こえるくらいのもので辺りを見まわしても全く人のいるような気はしませんでした若者は初めて見るものだけに 触るのが恐ろしくもあればまたあまりきれいなので手をつけては悪いような気さえしましたがついに物珍しさのあまり勇気を出して自分の手に取りつくづくと眺めたのでした「これは人間などの着るものではない」。 天井高く、わしか鷹がどこからかくわえてきて、ここへかけていったものだろう。何にせよ、またとえがたい、尊いものだ。こんな宝が手に入るとは、なんという自分は幸せ者ではないか。村の人たちに見せたら、さぞ羨むことだろう。と、若者は、 ほくほく喜びました。その着物を押しいただいて、今やそこを立ち去ろうとしたときであります。後ろへ小さな足音がして、鈴を振るような爽やかな声で、もしもし、と呼びかけたものがありました。 驚き振り向くと若者は二度びっくりしました。なぜならそこには目の覚めるような美しい女の人が立っていました。それは私の着物でございます。どうぞお返しくださいまし。とその美しい人は言いました。 その声を聞き、その姿を見て、これが、この世の人であろうかと、若者は自分の目を疑わずにはいられませんでした。すぐには返す言葉も出なかったのです。その着物をどうぞお返しくださいまし。と、女は重ねて言いました。 若者は着物の持ち主が分かると今までの楽しかった夢が破れてがっかりしましたまたと手に入らぬ宝と思えばなおさら惜しかったのです若者はせっかく私が拾いましたものをどうぞ捨てたと諦めなされて 「これを私にくださいませんか?と」と頭を下げて頼みました。こう聞くと女はぱっちり目を見張って「さもたまげたという様子でなんとおっしゃられます。その着物をどうしてあなたに差し上げられましょう。それを着なくては私は空へ帰ることができません」と答えました。 それならあなたはまさしく天女でいらっしゃいますか通りで人間にしてはあまり立派すぎると思いました」と急に若者は様子を改めました知らぬ人からこうして見られるのをさも恥ずかしげに天女はただうつむいていました 話に聞く天女の歯衣とはこれでございますか「たぐいます類なく美しいと思うのもそのはず天女であったかと若者の感動はしばらく静まりませんでした。けれど天女は天にいるものとばかり信じたのをどうしてこんなところへ降りたのであろうか。 聞かずにはいられませんでした「あなたはどうしてこんなところへおおりになったのですか?」と若者は天女に向かって尋ねました。天女はこう問われるとためらいながら顔を上げ「ここの景色があまり見事なものですからつい降りてみる気になりました。 と答えたのであります美しいものに見とれるのは、一人人間ばかりでなく、天に住む天女も同じであるのを知ると、自分がきれいな羽衣を欲しく思うのも悪いことではないような気がして、若者はその上ともしつこく、天女に向かって頼みました。 ご無理のお願いかもしれませんが、このきれいな着物をどうぞ私にお与えくださいまし、長く我が家の宝にしたいと思います。これを聞いて、天女は呆れたのであろう。が、しばらく言葉もありませんでした。どうしてもお許しになりませぬか。 若者が言うと、天女の顔には悲しみの色が漂って、ついに口を開きました。その着物を着なくては、二度と天へは帰れません。人間には役に立たぬものですが、天女にはなくてはならぬ着物でございます。と言って、うつむきました。 若者は片言も聞き漏らすまいと耳を傾けていましたが天女が羽衣を着なければ天に帰れぬと言ったのでこれは何たる自分にとって幸せなことであろうそうすればこの美しい人を村へ連れ戻っていつまでも止めておくことができると思ったのでした。 そう聞けばなおさらこの着物をお返しすることはできません。それはまたどうしたことでございますか天女は驚いて顔を上げ目をぱっちりと開いて若者を見ました。羽衣よりあなたの方がもっともっと美しいのであります。 羽衣がなければ天へ帰れぬとお聞きしてはあなたをいつまでもお止めしたいばかりにはごろもをお返しすることができなくなりました」と若者は正直に申しました。天女の体は恐ろしさのあまり震え顔色は青ざめて見えました。 これを見ると若者は「こう言ったのも天女のような美しい人のそばにいたいためであり少しも悪い心からではないのだ」どうかそれを天女に悟ってもらいたいと思いましたので「天女様こう申しますのもお恥ずかしい話ながら私はまだ独り者なのでございます」。 もしあなたさえご承知になって私の妻におなり下さるならばあなたのためにこの命も捧げますただ人間の身として天上のあなたをお慕いするのは慎みのないことかもしれませんけれど美しいものを愛する心に神も人も変わりないならばどうぞ私の願いをお聞き入れくださいまし」と 念ごろに訴えました天女は濁り気のない若者の心に感動するとともに自分にも落ち度があったのを悟りましたこんなことになるのも自分の軽率からであったうかうかと地上へ降りさえしなければ何事もなかったと後悔しました 富士山は紫色を帯び、ゆったりと長く裾を引いていました。その広い裾野の縁を青黒い色の海がうねりを上げ、そしてもやのかかる松林や白い砂の浜辺は浮彫りの模様のように見えるので、さすがに天女も しばらくは我を忘れて、見とれずにはいられませんでした。天女は、それがこうして災いを招くとも知らず、たもとを翻すと、さっさとクジの舞うように、人間の犬のお幸いに、松原へ降りたのであります。すると、 湿った土の爽やかさ水晶を砕く海の水天女は心行くばかりそれに親しまんものと足にまつわる羽衣を脱いで松の枝へかけはだしのまま渚の方へ走ったのでしたそして冷たい水に足を浸しながらささやきつつ よせては返すさざ波を相手として戯れいつしか時のたつのを忘れていたのでありましたそのうち東の空がほんのりと赤く色づきましたそれを見て天女は初めて朝日の上がらぬうち天へ帰らなければならぬと気づき羽衣を取りに 松原へ引き返したのでしたところがその大事な羽衣はいつの間にか人間の手に入っていましたこの時若者は「これほどお願いしてもまだ何ともおっしゃらぬのは私の心がお分かりにならぬからでございますか」。 悲ししそうに言いました「これを聞くと天女はいえ何で分からぬことがございましょう天と地と分かれていても情けに変わりもなければまたよしやしや喜びや悲しみにも違いはないのでございますものを」と答えたのでした。 それならなぜ私の願いを聞いてはくださいませんかと若者は生き生きとした目を天女に向けました。天女はためらいながら空にいる私は全く地上の暮らしを知らないのでございますと言いました。さっき情けに変わりはないとおっしゃったではありませんか そう申しましたのも、あなたの真心がよくわかり、嬉しく思ったからです。そう思えばこそ、なおさら、あなたを幸せにしなければなりません。全くこの地上の暮らしを知らぬ私に、なんであなたを幸せにすることができましょう。い,いえ、一緒にいてさえくだされば、それで私は満足します。またそれがどれだけ私を力づけるか知れません。 私は山へ行って滝にも取ってくれば海へ出て魚も取ってきます。少しもあなたにご不自由をばさせません。と若者はあくまで思いを通そうとしました。哀れな天女は悩みに耐えかねてか顔には花の色があせ青白く急に姿がやつれて見えました。 これを見ると若者は天女を痛々しく感じたのでしたそしてなんとなくじっとしていられなくなりました天女様私が悪いのでございますわがままを言ってあなたを苦しめて申し訳がありませんどうぞお許しくださいまし 頭を低く垂れましたすると天女は頭を上げて「人間は人間の務めを果たして尊いのであります。もし誰でもその道を誤るならどんな不幸が起こらぬとも限りません。それゆえ早く私を空へ返してください。 目に涙を浮かべて言いました若者は天女のどこまでも優しく正しいのに感心しましたそして自分が悪かったのを悟るとこうして立っているのさえなんとなく気恥ずかしくなったのですあなたは天にいらして 何をなさっていられますか?と」と若者は聞きました。私は神様にお仕えしています。雲の上にて五色の旗を織ります。また神様のお使いで時々星の世界から星の世界へと飛び回ることもあります。と天女は答えました。 若者は、丁寧に羽衣を天女の前へ差し出しながら、どうぞ、これをお受け取りくださいまし。ついては、こんなお願いをするのも、まことに厚かましい話ですが、せっかくのお名残に、せめていつまでも、美しい、正しいあなたに、 お目にかかった思い出となるような何かお印をいただきたいのですが、かなわぬ願いでございましょうか。私の持ちますものは、すべて、この羽衣のように、虹や霞を打って作ったものだけに、人間の手に渡れば、いつまでも形となって残ったことはありません。 下界にすさぶ嵐や雨にさらされるなら、たちまち破れてしまうでしょう。しかし、あなたのような正直な方には、私のお与えしたものは、いつまでも心の内へ残り、あなたの一生を楽しくお暮らしさせることができましょう。と言いました。まあ、それはどんな尊い品でございますか。 い,いえ、形のあるものではございません。今も申しますように、形のあるものは、いつか破れ崩れるものであります。形がなくなって、心に残るものこそ、いつまでも壊れることのない宝であります。と申します宝とは。人間の考えでは、 絵ににすすら描けないいい天女の舞をご覧に入れたいと思いますこう聞くと若者の顔は急に晴れ晴れしくなってにっこり笑い。見た者はこの世の心配や年を忘れると昔話に聞いたがまだ誰も見たと聞かぬ天女の舞でございますか。それはありがたい。 と言いました「このときたちまちどこからともなく起こる笛の声それと相わす太鼓の音若者は思わず頭を巡らしてその美しい音色にうっとりと聞きほれました」。見れば もう天女の姿は空へと浮かんでいました。若者があれよという間に、天女の長い元はひるは翻って、若者の頭の上へ垂れ下がり、その橋が手で捉えられそうなところまで来ると、再び巻き上がる雲のように、高く離れて、音楽も急調子に弾み、 それと一緒にしばらく激しく舞い狂ったのであるがいつしか次第に高く高くそのまま姿は遠く小さくなりついに霞の奥深く消え去ってしまったのでありますいつの間にか美しい音楽の根もやんで ただそよそよと吹く朝風のうちに音楽の音がいつまでも漂っていたのでありました浜辺の砂の上にじっとして座っていた若者はやっと夢から覚めたように立ち上がり方々を見回しましたけれどもうどこにも 天女の姿もなければ羽衣の影もありませんでしたそして広々とした海原と青い松林といつに変わらぬ富士山があるばかりでした若者はその後長い一生を正しく 楽しく送ることができました。彼は仕事に疲れた時などいつも大空を仰いで天女を思い出しました。すると不思議や天女は雲の上から星のような目で下界を見つめて慰め 励ましてくれたのであります。